ニュース、YSL がナンバー、アイヒラノ仕様の新コンテンツ公開、アジアアンバサダー就任から1ヶ月で2つ目、ヒラノ仕様、YSL ビューティーの新コンテンツ公開、シリーズアイテムを自身も愛用と公言、ラグジュアリーブランドのイブサンローランのビューティーライン、イブサンローランボーテ、以下、YSL、アジアアンバサダーを務めるナンバー、アイのヒラノ仕様、27、の新コンテンツ、ピュアショット、 ナイト、リチャージセラムが13日、同社の公式サイトと SNS にて公開された。YSL ビューティー、アジア、アンバサダー、ヒラの仕が出演する新コンテンツ。新コンテンツは動画と静止画で、定番人気の美容液、ピアショット、ナイトセラムのリニューアルを紹介する内容。平野は、ピアショット、シリーズの洗顔フォームを愛用していると公言している。リニューアルした、ピアショット、ナイト、リチャージセラムは、 全身技術を駆使、し、ムーンライトカクタスを約20倍配合。それにより、美容液一滴に1 0 0億個もの有用成分分子を含むパワフルな美容液へと進化を遂げたもの。翌朝、8時間熟睡したような、滑らかで明るく輝く透明感のある肌へと導く。9日より全国で発売される。平野紫潮君がアジアアアンバサダーに就任したことから、イブ・サンローランのリップ、アイシャドウ、香水など購入した。 どの商品も手に取るだけで気分が上がるし、質感もよくきちんとメイクしている感じが出るのでとても気に入っている。この美容液もぜひ使ってみたい。親類の大学生にちょこっとこのナイトセラムをプレゼントします。勉強の日々ですがおしゃれさんだから喜ぶと思います。これから自分用と家族用に何本か買いに行ってきます。ラディアントタッチグロウパクト、BR10 は肌が透き通って軽くてツヤツヤ。 22年発売からずっと使っています。ルージュ、ファンデーションともにベタベタ感なく軽いタッチでスーと伸びてつやつや、類を見ない商品ですね。YSL、ピガショット、ナイトリチャージセラム、の動画見ました。かっこいい映像の中で、平野くんの声が可愛くて何回も見ちゃいました。